はい、皆さんこんにちは。ウィザムカーズの原田と申します。本日はウィザムカーズ YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日から、ウィザムカーズの、動画でですね、車の紹介だったり、日々のメンテナンスをしている作業だったりとかですね、イベントの様子とかっていうのを配信していこうと思います。で、まだまだ1本目なのでちょっとこうぎこちないところはあると思いますけど、車の紹介はプロとしていろいろできるんですが、こういう撮影っていうのはもう全然慣れていないので、ギクシャクすると思いますが、徐々に慣れて頑張りますので、皆さん、楽しく見ていってもらえればなと思います。ウィザムカーズ、まずとはっていうところかもしれないので、ウィザムカーズとは、英国車、特にロータス、ケータハム、モーガン、こちらの正規輸入を、ディーラーですね、ディーラーになっています。で、それ以外にも英国車の軽い車、ライトウェイトスポーツを中心とした、車の販売だったりメンテナンスっていうのを行っています。で、店舗としては、東京の練馬区に、ショールームですね、これが今日撮影している、場所になるんですけど、もう1店舗は埼玉県の戸田市、練馬からは本当に車で10分15分というところなんですけど、そこに、埼玉店、ここは、県ファクトリーといってメンテナンスをする、場所にもなっています。ここは結構面白いネタがいっぱいありますので、ここもですね、早く紹介していければなと思っています。それでは、まずは今日は1本目としてケータムですね、車両の紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんによろしくお願いします。はい、記念すべき第1台目の紹介車両はじゃん、ケータハム7スーパースプリントになります。こちらは、7誕生60周年を記念して、発表された第2弾目のモデルになります。第1弾は7スプリント。7スプリント、こちらはクラシックテイストを盛り込んだ仕様になって、クラムシェルフェンダーの、車両でした。内装が赤だったりして、これもすごく人気があって、英国の、イギリスのグッドウッドで、世界限定60台ってことで最初発表されたんですけど、すぐその場で完売してしまって、日本の割り振りとかもなかったので、じゃあ日本は日本で60台になったっていうような実話を私も聞いています。で、このスーパースプリントは、こちらもまあ60台限定日本に入ってきたんですけど、この車両に関しましては、何が違うかというと、スポーツタイプ、クラシックレーサーっていうのかな、セブンスプリントがリアルクラシック、ロータスのシリーズ2をに似せたこの作りだったりするところに対して、スーパースプリントはクラシックレーサー、当時のサーキットでこういう感じで走ってたんじゃないのかなっていう雰囲気を味わわせてくれる、モデルになっています。で、スペックもちょっと違いがありますので、そこをちょっと詳しく紹介していきましょう。はい、では今度は細かいところを見ていこうと思います。この中ですごく重要なポイントっていうのは、まず馬力が通常の、スズキのエンジンを積んだ、国産車は64馬力の規制っていうのがあるんですけど、ケータハムは輸入車ということで、通常は80馬力にパワーアップされていました。で、スーパースプリントは、クラシックレーサーの名にふさわしく96馬力っていう、160では一番パワーがある、仕様になっております。で、通常の160と比べると、上の方までちゃんとパワーがついてくるような走り味で、とても逆に乗りやすい。下はもうターボ車ですので、下のトルクの薄さとかは正直なくて、ただただ上まで馬力が来てトルクもついてきて、とても乗りやすい車になっています。そして車検標準量が490キロ、500キロを切ってるっていうのはもう軽い車好きにはもうよだれもので、なかなか、ないんですが、490キロ、500キロ切ってるっていうのはすごい、車としてはもうバカ軽
の部類に入って重量税も安くて維持費も安いっていう、まあ、いいとこづくめになっていると思います。次に、全体像ですね。まずはこのモデルは、6色展開、スーパースプリンター6色展開あった中のネイビーを基調としたカタログモデルにもなっていたディジョンっていうカラーになります。まあ、このホワイトのノーズバンド、ネイビーの、ボディカラーにこうゼッケンサークルだったりステッカーっていうのがとてもこうレーシーな雰囲気になっていると思います。ね、次とポリッシュされたフロントウィンドウで、このフロントウィンドウのタイプはオプションになります。でウィンドウ自体は、スタンダードのものはこうブルックランズレーシングスクリーンなんていう、ちっちゃいものが2個が標準でホロがつかないんですけど、この、車両に関してはホロがつくタイプになるので、まあこういうタイプになってますかね。でそれをポリッシュ加工されてますので、まあ、ピカピカに光ってます。こういうポリッシュされてるとやっぱりクラシック感というのも増してきますね。はい、じゃあ次はフロントサスペンションに目を向けてみましょう。フロントサスペンションアーム、まずこちらは通常ブラックなところを、まあ、これもクラシック感を出すようにしてくれてるんでしょうね。グレーネズミ色っていうんでしょうか、灰色というか、にしてくれています。そしてアーム自体はあの現行のセブン全てに共通してるんですけど、まあ、A アームは上下についてるダブルウィッシュボーンタイプですね。それとサスペンション自体は、スーパースプリントはあの標準でハイトアジャストがついてるタイプになります。で車高調整が効きますので、まあ、オーナーさんの好みに応じて走りの、あの走り方によって、セッティングを出していってもらえればいいのかなっていうふうに思います。まあアンチロールバーもついて、まあ、現行はもうすべてこのこうですね、こういう仕様になっていますね。でフェンダーステイも、ね、同じ色になっていて、で、ブレーキも他のモデルと基本一緒です。テータハムの場合4ポットと、対向2ポ、2ポットがあるんですが、新しいタイプの対向2ポットキャリパーが、使われています。タッチがすごくいいですね、このキャリパーになってからは。次はマフラーですね。セブンの外見でマフラーが外に出てるってもうちょっと私なんか慣れてしまってるんですけど、普通の車でマフラーが外に出てるっていうのはなかなか珍しい車かもしれないですね。なのであのすごく目に入る部分になると思います。で、このモデルは、ターボなので、中でもう1本に絞られてターボから1本で出てくるので、まあ、シンプルなマフラーにはなっているんですが、まあ、メッキとポリッシュ、まあ、先ほども言ったようにポリッシュを光るものを使うことで結構クラシック感を演出することができるので、まあ、ポリッシュとメッキのマフラーになってます。で、馬力が、スタンダードな、まあ、このエンジンを積んだスズキのエンジンは64馬力、まあ、日本は自主規制があるので64馬力で、160の標準のモデルは80馬力で、スーパースプリントは、96馬力あのかなりあの馬力を上げられています。ですからマフラー自体もノーマルの160よりは抜けのいいものを使っています。音に関してはまあ車検が通る範囲のものですから爆音ということもないので、朝、こっそりこうドライブに行こうかなっていった場合も、近所迷惑にならないような、音量になっています。で次山ありですね。あ、これがビジョンサーキット、こういう形なんでしょうかね。どっちもありだかちょっと私はわからないんですけど、ディジョンですね。まず後ろ回りは、まあ、外見で言ったらケータハムのこのバッジが通常のものとは違う、これもあのクラシックのこの限定車に使われているシリーズになります。とキャップですね、アストンキャップって言うんですけど、モントどっちでしたかね、ちょっと忘れてしまいましたが、まあアルミのものになっています。ちょっと開けてみますかね。おりゃ
ちょっと硬いですまだ。で開けると中に鍵付きがありますのでご安心ください。入ってますっていう感じでなっております。で閉めました。で、見せ場としては見えない場所に見せ場があるんですが、リアのサスペンションの形状です。これをちょっと語ると長くなってしまうんですけど、手短に聞くと、通常の7160、まあ、スーパースプリントもそうなんですけど、後ろの左右のタイヤはつながっているあのリジット、まあ、ライブアクセルなんとも言うんですけど、リジットの形状になっています。で、そのサスペンションとなんですけど、まあ、通常のモデルと違うのは、通常その横の動きをあの抑制するのに、通常160だとラテラルロッドで制御してます。これはもうあの今でもよく使われている技法だったりと技術だったり、まあ、私自身の自分の車もこの前古い車乗ってるんですけど付け足したりとか、あのすごくポピュラーなやり方になってて、見栄えがクラシック、あまりこう仰々しくないっていうのはとても私は好きです。ただあの若干車の動きとしてはあの、こういう動きが出てきちゃったりするんですね。ちょっとラウンドしてしまう部分があるんですけど、スーパースプリントはそれを抑えるためにあの A アームを付け足しています。 A アームを付け足すことによって左右の動きはあの動かなくしっかりと止めて、なおかつあのストロークも邪魔しないような動きをするようになっているので、これは、まあ、今の、1600だったり、2リッターのモデルだったり、っていうのはあのこの A アームが標準で採用されてるんですけど、これが、スーパースプリントには、使われるようになりました。まあ、裏話としてはなんかもうスーパースプリントの同じ時期に作った通常の7160も A アームが内緒で使われてるなんていう話もあるんですけど、まあ、メーカーからの発表だとスーパースプリントのみが、これが標準で使われていると。で、あと LSD ですね。スポーツカー、FR ならずいろんなスポーツカーをチューニングっていう意味で LSD っていうのはもうあの皆さんつけたいなっていうパーツの一つではあるんですけど、これが標準で採用されています。LSD がない、7とじゃあ LSD 付きはっていうと、まあ普通にあのドライブだったり軽く走ってるっていう意味ではあってもなくてもそれほどこう差はないんですけど、まあ、サーキットだったりとか、で元気に走る場合っていうのはあった方がとても車を操作しやすくなったりっていうメリットはあると思います。まあ、LSD の、っていうのはまあちょっと他の手、方たちもすごく詳しくいろいろやってると思いますので、ここではあまりこう話さないですけど、 LSD が標準でついてるってことはこう嬉しいアイテムの一つだと思います。あとまあスプリントはクラムシェルフェンダーっていうお話をしたと思うんですけど、このスーパースプリントは、フェンダーサイクルフェンダーになってます。しかもそのサイクルフェンダーが通常の7とは違ってこうラウンドしていて、さらに長い、まあ、クラシックタイプのこれ特注のものになってます。まあ、長いことによって石跳ねも抑えられるので実用的な部分もあると思います。あとはやっぱりクラシックなテイストを出すっていう意味ではとても一役買ってるフェンダーになってると思います。確かそこのケータムワークスレーシングのロゴもこの車のためにデザインされてる、ね、そうですね。これをあまりなかなか見ないケータムのものになってとても、まあ、クラシックなデザインにしてくれてるんですね。かっこいいですね。これもこの辺やっぱりケータハムとしてはかなり気合いの入ったモデルということですね。そういうことですね。まあ60周年限定車っていうことでかなりお得にはなっていますね。で次はインテリア行ってみましょうか。で、インテリアの紹介になります。インテリアは、ブラウンレザーを基調とした、インテリアになっています。でシートはキルト加工っていうんですかね、のシートになって、ケータハムって先ほどのエンブレムというかこうデザインが、
エンボス状にこう刻印されてるっていうような感じになっています。で、通常のモデルはこうブラックのメーターパネルなんですけど、これもあのブラウン色を合わせてやっています。でメーターは、まあ、英国車といえばスミスのメーターっていうのがもう代表的なメーターになるんですけど、まあ、このメーターもスミスっていうのが入っています。もちろんあの昔のメカニカルタイプではなくてあの電子式のものにはなっているんですけど、雰囲気作りはすごくできていると思います。で個人的にすごく気になっているっていうのはやっぱりこのカットオフスイッチですかね。通常は赤いレバーとかでカットオフしたりするんですけど、クラシックなイメージには合わないっていうことで、この抜いてみますと、このアルミを削りで作っているっていう、このレバーはもう私はもうよだれ物として、思っています。でこれをカチンってやりますと、まあ、通電してオフにすると全てがカットされるっていうような感じです。バッテリー上がりなんかにもこれ切っておけば有効ですね。そうですね、はい。であとはもう取り手のハンドル、これもあのよく英国車には使われるものですかね。ここにモトリタって入って、それの小径ではウッドフラットタイプですね。これも確かモトリタの通常にはないサイズ で、ね、ケータハムの特注で、ね、あのモトリタのハンドルですね。もうこれもやっぱりあのレザータイプに行きがちなんですけど、やっぱりクラシックなテイストを出すっていう意味ではこのウッドはなかなかいいですね。まあ夏になるとちょっとこのアルミの部分が厚かったりするんですけど、まあ、そういうことを気にしてじゃいけません。やっぱりこう雰囲気はとても大事です。あと限定車ならではのバッジですね、まあ、60分の57になっています。まあ、こういうプレートがあるのもオーナーさんにとってはこう嬉しい配慮だと思いますので、自分の番号が何番で何番の人はどこどこ、今インターネット結構調べられたりもできますから、そういう情報なんかもこう共有されていくんではないのかなと思います。これあれですか、センタートンネルもちょっと普通の160とは違う感じですよね。通常160、スタンダード、まあ、7ですと、まあ、肘掛けだったりとかこういうところにビニールレザーで覆われていてクッションなんかついているんですけど、まあ、よりクラシックでよりスポーティーでよりシンプル、まあ、シンプルにするっていうのがとてもケータムの場合は重要なんですけど、まあ、何もつけてないんではなくてあえてこういうデザインでこう作っているっていうところが車好きの心はこうくすぶられるポイントだと思いますね。ボディカラーと同色でセンターパネルが塗られてるわけですね。こういうサイドパネルはシートとかのそうですね、同じカラーに普通は黒なんですけど変えられています。じゃあ最後にエンジンルームをちょっと開けてみましょうか。160の場合は、まあ、特徴としてこっちに空気があるのでこっちがちょっと引っかかりやすいです。でここにはまあ養生のテープが今貼ってある、傷つきにくいようですね、養生テープが貼ってあるの で前から取る、後ろからこのバンドを取るっていうのは特別どちらっていうのはないですね。で外すときはエアクリーナーが引っかかっているのでちょっとこう奥にやってあげながらですね。これがエンジンルームになります。スズキのエンジン3気筒ですね。まあターボのところのアクチュエーターがちょっとスタンダードのものとは違うように見受けられるぐらいで、その他の変更点っていうのはございません。で、ここのアクセルボックスのところに製作者のサインが入ってます。ちょっと何て書いてあるか私は分かりません。この方が組み立ててくれたわけですね。そうですね、スーパースプリント、はい。あとフレームをちょっとこう映せますかね。色がやっぱり違いますね、フレーム。あとはノーズコーンの奥にインタークーラー。多分スズキのものよりは相当大きいものが使われて、立派なものが使われているんじゃないかなと思います。以上で簡単なスーパースプリントの、紹介ではありましたが、この車両も、限定車ではあるんですけど、ウィザムカーズが、販売車両としてオーダーしていた車両になりますので、まだ、ご購入いただけます。
車両をですね、オプションなどを入れた金額がなってますので、さらにこう裏話だったり、詳しい話を聞きたい方はお店にご連絡いただければいろいろとお話もさらにすることができます。で、まあ、今日ちょっとスーパースプリントをご紹介したんですけど、まあ、初めの1本目っていうことでですね、まあ、私もガチガチで緊張しながらのご紹介だったので至らぬ点もあるとは思うんですが、まあ、徐々に慣れていったら、まあ普段の原田とかもう少し見れるような内容になっていけばいいなと思っていますので、ぜひ皆さん、引き続きお付き合いください。今回はありがとうございました。はい。